始まりました。おねだりあーちゃんのオンユアマー。はい、パーソナリティのあーちゃんです。そして杉山建設株式会社おねだりたかです。なんかちょうだい。はい、よろしくお願いします。はい、この YouTube はですね、今活動している表現者の方たちをピックアップして紹介していこうというチャンネルです。今回はですね、前回に引き続きゲストの方に来ていただいております。おい TC さんです。よろしくお願いします。おい TC です。よろしくお願いします。わい。前回ね、5秒質問をさせていただいたんですけれども、はい、その質問の中からね、いろんな気になるところをお伺いしていったんですが、前回に引き続きもう一回ね、気になった事項を聞いていきたいと思います。はい。前回は結構あれですよね、ギターとお花の話を面白いね。これだけ面白いですね。ギターとお花どうつながるのみたいな。ギターとお花が、まあ、そうね、はい、まあ、ちょっと切り口を変えて、はい、ギターの先にお花とかついてるのかな。そうね、ギターの中にね、そうね、イメージが刻まれてます。さあ、はい、ちょっとギターとお花の話は多分していくと、はい、もう沼にはまってくる。どんどん面白い沼だって。面白い、びっくりしましたね。もしかしたらまだ違う沼もあるかもしれないんで、うん、次行こうかなと思ったんですけど、はい、チャームポイントの喉仏からちょっと行こうかなと思います。はい、はい、ちょっと自分でチャームポイントが分かんなかったんですけど、最近そのこう髪型をリーゼントにすること、最近なんですよ。いつからですか。まだ1ヶ月経ってないんです。あ、めっちゃ最近ですね。そうなんですよ。あ、もう4月から新規一転。新規一転っていうか、なんか縁があって、こうリーゼント雇用があると、お前はリーゼントがいけるみたいな話になって。リーゼントっていける人いけない人いるんですか。いや、あるらしいんですよ。なんか顔をこう横にした時 の、 その顔立ちの話 で、 でその時に君はなんか喉仏も出てるから、あ、似合うよみたいな。もう全くなんか知らない世界だったんで。なんかあれですよね、鶏感というか、そうですね、ありますよね。そういうトサカっていう感じの、顔立ちだとリーゼントっぽくなったりとか、ね、いや、わかんないですよ。なんか全然わかんない。鼻立ちとか、口とか、って思ってる。いや、まだ僕もその歴が浅いんで、リーゼント歴が、そうです、リーゼント歴が足りないんでね、はい。確かに喉仏結構出てますね、うん、こうなった時にね、こういう横の流れとかこういうのがあるとその綺麗に見えるらしくて、僕もだいぶ伸ばしてないんで分かんなくって、髪の毛伸ばすことってあるんですか。僕は小学生までちょっと長さあったんですけどハゲ扱いして伸びるんですかみたいな。髪型ですからね。髪型ですか。そう中1か小6ぐらいの時に天パなんですよ、長かったんで、はい、あだ名がベートーベンって言われてたんですよ。それぐらいの天パで、もう全然、はい、もう坊主するからは全くイメージわからなかった。イメージわからないんですよ、ね。うん、そう、もともとどういう髪だったんですか。もともと割とクセッケな感じ で、 あ、でそれでなんかこの辺がうよよってなっちゃうんで、うん、ここをシュッてやりたかったんですよ。あ、そうですね、昔からシュッとやりたくて、うん、でそれで対バンしたライブをした時の打ち上げで、そういうリーゼントの方たちがいて、どういう髪型どうすればいいんでしょうかねみたいな。リーゼントバンドがいたんですか。リーゼントユニットでした。めっちゃ怖くないですか。みんなリーゼント。なんかでもリーゼントの人に限って優しいんですよ、先入観があっただけで話すといい人じゃんみたいな。横浜銀杯みたいな。いや、騎士団とか、あと、まあ、キャロルとか、キャロルとか、はい、みたいな感じですか。そうですね、やっぱりロックンロールの方ですね、はい、革ジャン着てみたいな。かっこいい。だから見ててすごい絵になるなって、なんかでライブもかっこよかったし、どういう風に作ってるんですかみたいなところからこう入り口が始まったんですよね。リーゼントリーゼントから、そうですね、分かんなくなるんですよね、たまに。リーゼントから最終的に喉仏になったみたいな。喉仏そういうキリッとしてるからリーゼントいけるよってハリさん言われたっていうことですか。そうですね、なんかそのどっちが先かで言うとリーゼントなんですけど、はい、実際その時にその控室でやってもらった時に、あ、もうできるんですか。やってもらいました、ね、即興リーゼントだったんですか。
即興でしたね、はい、その時は、じゃあアーチョンを今からリーゼントにするって言ってもできるってことか、はい、結構長いですよ。いやその長さだとどうなんだろう、まとまるのかなこれが。あ、やっぱその長さがぴったりの髪の毛の長さがあるってことなんですね。なんかあるみたいな。ダメなんですよ、ボリュームあるからでっかいリーゼント。こんなサザエさんみたいなんだよ。もわもわって。サザエさん今いけそうですね。サザエさん今だった。思ったのと違うなぁ。思ったのと違うことばっかり。確かに。そっからもうずっとリーゼント。そうですね、なんかだからステージとか人前に立つときはこういうのをした方が決まるかな。うん、確かにリーゼントキャラになりますもんね、それだけでね。でもなんか着てる服はニルバーナで、あ、ニルバーナ系の感じの雰囲気がちょっとグランジなんですよね。グランジロック、うん、そうなんですよ。ロックンロール、まだロックンロールに踏まれきってない。なるほど、じゃあ徐々に洋服も変わってくる。徐々に変わりになるかもしれない。なるほどなるほど。え、リーゼント文化ってもともと何発祥は。あれはでもロカビリーとかあっちじゃないですか。あー、そっかそっか、うん、日本ではないんですね。日本だとだからキャロルとかやっぱり横浜銀杯とかああいうところなんじゃないですか。海外から輸入してなったって感じですか、どっちかというと。歴がまだちょっと浅いからなんともなんともけど、そうなんですよ、まあ、でもただポマードとかグリー所属とかそういうのがいるじゃないですか、はい、バイク乗って、はいはいはい、であの辺がきっとロックンロールやってなんか顔ジャンしてとか、はい、その文化の流れだから、はい、やっぱりアメリカだと思うんですよ、ね、昔セブンスにも、はい、そのリーゼントを作る職人の方がアメリカから来て、そういうショーケースやったんですよ。あ、そうなの。かっこいい。ドライヤーでこうやって乾かして、かっこいい。やっぱり集まるんですか。集まります。バイク好きな人とかそういう系で集まってますよね。バイクの人ってリーゼントだったら、うん、いやなんか音楽がなんかこうリンクしてるのかな、わかんないけど、なんかそういう集まりでその中でゲストみたいな感じで。確かにメットかぶれないから、うん、まず下ろしてきて脱いでセットして下ろして帰るって。いや、下ろすのめっちゃ大変じゃないですか。多分アメリカだったらヘルメットかぶんないんじゃないですか。そうなんだ。あ、そっか。逆に日本だから、これできないから。日本も昔なんで法律でしてないんですよ。あ、そうなの。昔はしないから。あ、じゃあメット代わりにもなりますもんね。メット代わりにならない、ならない。ガチガチ。めっちゃ硬い感じ。電信柱当たっても大丈夫みたいな。ガチガチにしてる。ガーン。すごいガチガチの。髪の毛にしてるけど。髪の毛で。武器でかね。確かに武器。鉄板みたいな話でしょ、要は。硬すぎません。これで安心だねって言ってる場合じゃないですか。言ってる場合じゃないから。でもあれなんですね、そのチャームポイントとしてはリーゼントじゃなくてのどぼとけで。まあそうです、リーゼントって書くべきでしたね、完全に。今話しながら思いましたけど、そうでしたね、はい、気づかなかった。いや、これもう2年経ったらもうだいぶちょっと長い方ですよ。あ、まだまだこれは1ヶ月ですけど。あ、リーゼント1ヶ月か。そうだ、リーゼント1ヶ月か。2年どっから。2年多分ギターを覚えてる。ギターだ。またギターが2年だ。友人と飲むのが最近嬉しかったことってのもあったんですけど、お酒飲むの好きなんですか。飲みますね。どういう酒飲むんですか。いやー、何でも飲みますよ。何でも飲みますけど、最近は日本酒ですね。知らない銘柄とか飲むの。好きな人好きですよね、日本酒。マスで行っちゃうってことですか。でも行きますし、まあこういうとっくりとか冷やだけしてもいいし、缶でもいいし。あ、缶でも行くしみたいな、まあ季節によって分けちゃったりとか。そうですね、食べるものでも変わるじゃないですか。なんかあれっすね、その好きなものに対するこだわりを持っていく感じですよね。ギターも、もうこだわったらもうとことんまでこだわろうみたいな。そうですね、なんかなるべく、はい、もう掘って掘って、なんかより知りたいなみたいな、なればいいじゃダメなんだなみたいな。あとかはだから、そういうのはギターとかを買った時にすごい感じましたし、お花もそうですし、うん、まあ、もうリーゼント、こっからすげえ乗り込むんじゃないですか。リーゼントだけ浅いです、ね、あ、そう、もうこれからだからちょっと文化かな。次回会う時、なんか職人のアイパーみたいになったりとか。いやもうこれこそもうリーゼント流派があるらしいですから、ね、流派ってなんだみたいな、なんかその分け方とかなんか振りの入れ方とかでなんか
違うみたいな話を先輩から聞いたので、だからどの流派に入るんですか。いやもうこの流派がまだ何か分かんないです。ギブソンフェンダーどころじゃないですよ。まだ全然分からないし、はい、ギブソンフェンダーもあれですよ、普通の人分からない。なんだろうと思いながら今聞いてはいました。あすいません、うん、次回会う時のリーゼントが気になりますね。楽しみですよね。もうちょっとこう来れるようになってたら、はい、この流派でこの流派でめっちゃ測ってほしい。止まんなくなってるんですよね、トークが、はい、それも面白いですね。楽しみにしておきます。でその日本酒は、はい、辛めと甘めとか結構あるじゃないですか、うん、ありますね、はい、どういうのが好きなんですか。辛口っすね。辛いのがいいですよね。辛いのがいい。話し合うじゃないですか。それはお刺身とか、まあ、ちょっと油多めの、はい、お肉とかそういう強めのものと辛口でつって流したい。お肉と日本酒って合うんですか。合います。ものによりますけど、はい、合いますよ、ね、どういう肉とかが合うんですか。日本酒の方がもう気になりますけど、どうだろう。でも僕鶏肉とかが最近は好きです。鶏肉と鶏刺しとかでやりたかった。分かりますけど、はい、焼き鳥とかはお肉ですけど、はい、日本酒が合うタイプの肉です。あーそうです。もう鶏肉に、はい、寄っていってるっていう状態ですよね。今髪の毛からそこに繋がるんだ。髪からそっちに寄っていっちゃった。トサカがそのうちそっちから寄っていってる。体も寄せていってるっていう状態です、ね、そうですね、はい、こだわりが強すぎて寄せていっちゃう。まあ日本酒はその、まあ、いろんな銘柄飲んでるっておっしゃってましたけど、はい、最近飲んだこれがうまかったみたいなのってあります。ちょっと酒造名まではわかんないんですけど、うん、龍っていう、あの法隆寺の龍かな、ほーって書いてある、南足柄の方なんです。ほー、そうなんです、そうなんです。そう、さっきのその友人から教えてもらったんですけど、はい、うん、そのお酒が、あ、神奈川でもこんな美味しいお酒出てるんだ。そうですよね、はい、神奈川日本酒のイメージなかった。全然ないですよね、うん、でもそう、足柄きっと山の方だから水が綺麗なんですよね。あ、うん、あ、日本酒が美味しいところって言ったら、まあ、どこになるんですか。僕あんまり詳しくなくて、新潟とかね、米の有名な、ね、新潟、広島とか、広島とか、山口も、広島も、山口も、ここら辺では実際そんな有名ではないんですか。神奈川、東京、神奈川あたりは有名ではないですよね。じゃあ珍しい感じなんですか。割とそうなんですよね。なんかそのやっぱ新潟とかが、新潟とかなんか川が綺麗なとか水が綺麗なところですね。もう飲みに行ったりとする感じですか。求めに。ああそうですね。だから酒屋さんとか、はい、そういうのは見かけるとやっぱ気になっちゃいます。ラーメン屋帰れないじゃないですか。もうそうそうです。お花屋とお花屋行って酒屋行って。お酒屋とお酒行って。音楽店だったらもう終わりますよ。もうそこ終わります。楽器やったら。楽器屋もそうですね。ずっと帰れなくなっちゃうようなタイプですよね。だからさっきの フードデリバリーのこの仕事をしている時の、はい、なんか街をこう眺めてるのが楽しいんですよね。あ、気になる知らないお店とかがあった時に。なるほど、はい、止まっちゃったりするってことですよね、途中で。あ、いいとこあって帰ろう。いやかも。そうですね、もう仕事そっちの方もう一回終わったしって、はい、帰りぐらいいいやって。しかも帰りはね、いいですね。届けた後だったらね。そうですね、はい。あーちょお前好きなお酒とかあんの。焼酎です、最近は。ああ、絶対焼酎。へー、絶対焼酎。最近はですけど、あ、前は日本酒好きだったんです。あ、そうなんです。昔1年だけ新潟住んでて、へー、その時にもう日本酒めちゃくちゃ飲んでました。あ、そっか、向こう日本酒で、今はもう焼酎。最近日本酒残るんですよ。あ、次の日ついつい飲みすぎちゃってとか、ついつい飲みすぎちゃって引きずるんですけど、焼酎は引きずらないんですよ。へー、どんだけ飲んでも茶割りとかで結構飲むんですけど、そう、家に4リットルの、まあ、茶割りって言わないんだけど、ちなみに課長茶割り言わないんですか。茶割り言わんよ。あんま言わんよ。それは茶汁で飲みたいとか言うの。そうそう、いやいや、まあ、そこまでじゃないけどそこまでじゃない。家にその焼酎って書いてある4リットルの香類の焼酎があるんです。それを家でお茶つけてるんで、そのお茶割りにして飲むっていうのが最近の日課なんですけど。1本目でさ、
今月の1本目で、はい、アイドルをリリースしましたってさ、なんかキャピキャピキャピーからさ、シャワリがーって大丈夫なのまあまあいいな、もうキャラの伸びますよ、私の最近はね、もう全然アイドルでももう出してった方がね、いいからって。でも外とか、まあ、ちょっと珍しい、まあ、酒屋さんとか行ったりして珍しい焼酎見つけると買っていきます。あ、なんだここか、地酒とかね、あ、地酒とかの麦で一回気になるよね、地酒ね。で、焼酎、なんか日本酒のイメージの方が強いですけど、焼酎もあるんですよ、地元、はいはい、のものの焼酎が。そのもの見たりとか、この前行ったのが、その群馬行った時に、はいはい、焼き芋焼酎があったんですよ。焼き芋焼酎、焼いてるんだ、しかも焼いて焼き芋、まあ、芋焼酎も芋で香り付けされてるんですけど、はい、それが焼き芋で香り付けされてて、でもすごい甘い香りがして、今度もすごい飲みやすくてめちゃくちゃ美味しいんですよ。で、基本的にはロックで飲むんですけど、お焼き芋だとお湯割りにしてもミュージシャンの前でミュージシャンの前でロック、ロックロックちゃいますか。いや、もう後半ですもん、話が確かに、確かに、焼き芋焼酎が最近のヒットでした。手川さんはお酒飲まないですもんね。そうやね、売ってあるし、なんかあんまもうそんな飲まないかな、もうちょこっとたしなむぐらいっていうか、ちょっと寝れたらいいかなぐらいの、寝酒だったり、まあ少しだけ飲んで気持ちいいなぐらいな感じで寝るっていうことが多いかな。寝る相手も多いですね。そう、本当に一瞬よ、もう寝るときだから、うどんちゃんがいるから、僕にはうどんちゃんがいるからすぐ寝れちゃいますよ。そういう酒も、そうそう、確かにもうちょこっとだけ、本当に缶ビールとかぐらいで、だからそう、全然詳しくないし、昔はちょこっと飲んでたけど、もう全然そんなって感じになっちゃったかな。やっぱ運転があるしね、やっぱり運転そうですよね、怖いっていう、絶対飲めないですね、残したくないし、っていうのがあるかなっていう感じです。焼酎は残らない。酒好きやね、みんな。めちゃくちゃ好きです。あ、そうなんだ。なんか、あれですか、その尊敬する人の、尊敬か、近場の先輩。近場の先輩。誰って。あ、いっぱいいますね。あ、そうなんですね。まあでも、あの、これを教えてくれた人とかもそうですし、あの、それこそギター、まあ買った、これはあの楽器屋さんじゃなくて、あのリペアショップで買ったんですけど、そこの人だったりとか。なんかそれぞれポリシーを持ってるんで、こうなんかそういう部分が関わっててかっこいいな、なんか勉強になるなっていう。近場の先輩と飲み行ったりとかするんですか。近場の先輩は飲みに行けない。飲みに行かない。恐れ多くて行けない。あ、そうなんですね。本当に尊敬してる。まあそこはなんかもうなんかこう眩しくても一緒になんかこう乾杯なんかできない。上下関係というわけではなくってこと。怖いとか。そうですね、もう一方的な憧れに近いですね。なんか結構その飲んでると、はい、その人ってやっぱ気が大きくなるから、飲んだ時の方が人のいろんな面が見えるっていうのを聞くんで、そのミュージシャンとかあの音楽とか作ってるからとか表現者とかはそのバーとか行って人の観察をした方がいいっていうのを聞いて。へー、バー行くの。はい。あ、行くんだ。働いてる。あー、あ、いっぱいやってんね、もうなんかバーで働いてる。そっか、そういうのも、あ、こっち側から見てとかもあるってことでね。お客さんとかもそうですね。同じお客さん同士とかで見える面もあると思います。中と外だと見えるものも違うから、バーってみんなストレスを吐き出しに来るところやから。そうですね、いろんな人いて、なんだろうな、悪い気がたまりやすいところでもある反面、まあ、楽しく飲みたい人たちからしたらすごい楽しい場合だったりとかもするっていうので、それは人間観察もそうだし、はい、もらっちゃう人からしたらもらっちゃうっていうね、らしいですね、逆にね、そういうストレスに逆にたまっちゃうっていうような感じのね、そういうのはあったりするよね。いろんな人が来るんですよ。いろんな立ち飲み屋とかもいろんな人が来るんで。立ち飲み屋いいね、本当にね、楽だし。最近立ち飲み屋ハマってるんです。ハマってる。飲むね、飲むね。もう行かないな、お店なんて。家族とちょっとさらっと行くぐらいで。なんか普通の居酒屋とか行っても、もうなんていうか、まあ席じゃないですか。その席の良くて隣の人じゃないですか。隣の人とすら話さない。けど、立ち飲みの、まあ、居酒屋、バーじゃなくても、立ち飲みの居酒屋だともう、はいはい、カウンターでみんなで話すから、もうなんか、知り合いがめちゃくちゃ増えて、
あそうですよね、よく来るしね、みんなそこ。そう、うん、行ったら会えるみたいな人ばっかなので、知り合いが増えるからめっちゃいいなと思って最近ハマってます。あハリーさんも行くんですか。うわー行きますね。おなんだろう、吉祥寺のハーモニカ横丁。あいいですね。新宿とか。はい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 、そうですね。やっぱりなんか同じような感じで知らない人と会って話をしたりとかするとなんか面白いじゃないですか。そうです、ね、いろんなエピソード聞けて、エピソードも聞けるし音楽も聞いてもらえます。本当だ。そうですね、まあそこではまあ演奏はしないですけど、でもこういうことやってるんですよっていう、あの宣伝とかできますしね。世田谷近辺だったら三茶とかも行くんですかね。三茶はまだ掘ってないですね。そうだね、そこの通りね、あの三角地帯とかですよね。絶対面白いと思います。あそこ面白そうですよね。そうですね、いますよね。なんか面白い人たちがいそうなんですね。おしゃれ系の面白い人はいそうですか。ああいそうですね。下北は、下北も割とありますよ。下北劇場が多いですか。劇場多いね。そうですね、あの朝までやってる居酒屋とかが割と、あとなんかそのローカルなお店とかが多いんで、一、うん、回そういうお店とかであの飲んじゃえばなんか仲良くなれたり、うん、はい、仲良くなったら次あの店行こうよみたいなつながりで店も増えてきます。いや飲み屋のトークかこれ飲み屋でなんか喋ってるような空気かなって今思あそこいいよねみたいな感じになって今飲み屋トークじゃないんだからお酒の話こうなっちゃいます。広っちゃうなんかダラダラしちゃってたなと思って今飲み屋トークじゃん今。そうっすよ、料金ですよ、料金。秘密、料金が秘密秘密もちょっと何が秘密なのか分からなかったんですけど、はい、そう、まあ、あのもともと左利きだったんですけど、うん、一回27の時にあの東京に引っ越す、まあ、それで今もいるんですけど、そのタイミングでこうあのミュージシャンのアシスタントみたいな仕事をしてて、でその時にやっぱ仕事がこうめちゃくちゃ早くて、うん、でそれでなんかこう左手じゃ追っつかないところがいっぱいあったんですよ。あの駐車場入った時のカードをこう入れたりとか取ったりとかする時に、あれがなんかだからそういうところとか行動が全てなんか右利きじゃないと追いつかないなって思って、それでなんか文字を書いたりとか包丁握ったりとか、なんかそういうの全部右でやれるようになんか猛特訓しました、ね。はい、じゃあ分かります。私も左利きなんですよ。あ、マジですか。もう世の中って右利き用にできてるから。ものすごい不便。やりづらいじゃないですか。そうなんですよ。確かに。うん、最近結構、うん、あのいろいろ出てきましたけど、あのスープバーのお玉が一番嫌いで。なんですか。こうなってるんですよ、スープバーのお玉って。注ぎ口が、最近その両面のもできましたけど、はい、こうなってて、はい、で絵がここについてるから、右じゃなきゃ無理なんですよ。ああ。左でやろうとすると、なんか、こうなるか、こうなるかしかなくて、ちゃんとこう注げないんですよ。あそれがすごい嫌いで。あはすごいわかりますそれ。まだあっこみたいな言い方さっき何回も言ってハサミね、ハサミ。ハサミはハサミね。ハサミも使いづらいですね。ハサミはもう切れないもんね。反対からになっちゃうと。右でやるしかない。そうだよね。左手だったら左利きの人って右利きを使えないっていうね、切れなくて、くにくにってなるでしょ。髪が。最近左利き用のハサミができてきたんですけど、うん、もう今更。ああ確かにね。右で慣れちゃってるから逆に左で切れないんですよ。うん、そうなんだ。左利きの人でももう右で逆にもう切っちゃえみたいな感じで、右で切っちゃえってなってたんで、今左利き用のハサミが出てきても、うん、右でいいかなってなっちゃう。あれアーチョンって左利き？左です。あれ聞いてたっけ？聞いてました。今言いました。今そうですね、そうそう。あ今なんか知らなかった、はい、別に秘密でもなかったからあそっか、あそうだったんだ。でまあそうですね、左のハサミもそうですけど、なんか今最近左利き用のなんだっけな、他のもいろいろ出てますよね。出てます。なんか不便な、僕はずっと右利きだから分かんなくて、右で生まれてて。ライターストップウォッチもそうですね。あ、ストップウォッチもそうですね。そっか、右手の親指用にできてる。そっか、あ、ほんならこっちでこうやる。そうです、そうです、こうやってやるようにできてるから、こっちだとこうなるから、ちょっと。あ、本当だ、本当だ、やりにくい、めっちゃマウスとかも右についてるし。あ、本当だ。あと最近、まあ、両方あるの増えましたけど、改札も絶対右だし。あ、本当だ、自動販売機のコイン入れるのも増えたし。そう、こう行かなきゃいけない。自販機もこうだから、こう入れなきゃいけないし、ね、急いでいる時とか最悪ってことだよね。最悪です。
いやなんか同じ左利きがいるからすごい気持ちを代弁してもらいたいそういうことが言いたかったんですけど、そういちいちそのワンアクションずれる、ずれたりとかうまくいかないんですよ。でも右でやっちゃいますよね。もう今右ですね。逆に、左利きあるある、ある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 、その昔あの大学生の時に居酒屋でアルバイトしたんですけど、厨房がすっごい狭くて、でその仕込みとかも左で切ってたらもうその包丁を左で持ってるって認識がないから、左で切ったら当たっちゃうから危ないから右で切ってくれって言われて、確かに、で右で仕込みやってました。だから包丁両方使えるんですよ。すごい。ここにもいた。秘密でも何もなかった。なんかトランタトランタトランタみじん切りめちゃくちゃ。それこそ飲み屋とかで飲んでる時にホラー映画のヤバいやつみたいな、なんか右利き、あれ違うな、こう右利きの人が隣にいた時になんか左じゃなくて右で箸使い直したとかしませんか。箸はまだいけてないです、ね、あ、そうなんですか。あれもあのドリンクの位置は変えます、はい、あー、わかります。右利きの人がやっぱり右で飲む人が多いから、はい、多分左で置いちゃうとグラスこうなるからなんか嫌だなと思って右に置いてるらしいです。あー、合わせてね、位置とかが結構ぶつかったりとかするんですね、うん、します。コースターないと分かりにくいね、確かに。そうですね、どれだってなっちゃうから、うん、これで。でもその分あのあでも一個秘密にしてた時期があって、はい、左利きのことを、はい、あの飲みゲームでバッファローゲームっていうのがあって、バッファローゲーム、その右利きの人は右でお酒飲んじゃダメなの。はい、だから左、ここまた左手、あ、そう、絶対左で利き手で飲んじゃダメ、だから利き手以外で飲まなきゃいけないっていうゲームがあって、それだと左利きって黙ってたらみんな左で飲まなきゃいけないじゃない。なるほどね、なるほどね。だから絶対負けないから左利きを秘密にしてた時期はありました。あそうか、勝つために、勝つために、無理やじゃん、もう、はい、それで、それはどうなったら負けなの。右で飲んだら負けです。ああ、話してて夢中になって、夢中になってつい癖でやっぱ聞き取っちゃうから、あ、右で飲んだってなってテキーラ。あそれ言わない方がいい。みんなできないやつだと思う。全員できないやつ。それもっと早い時期に僕も知ったから。間違えるもんなんだ、それ。みんな間違えます。結構それめちゃくちゃ得意です、バッファローゲーム。もう無理やんけど。もう無理、もう逃げ止まれてる。もう無理だ。さあ、あれじゃないですか、はい、その今後の目標でアルバムリリースとかツアーしたいって、はい、というところで、その今後の意気込みをぜひ教えていただければと。意気込み、今のもしあれだったらそのまま告知までいけたらなと、はい、あ、本当ですか、はい、まあ、今その YTC として、アルバムを制作中で、ちょっとまだ期間は決まってないですけど、出来上がり次第あの、まあ、東名阪とかでツアーをやってこういろんなとこ回って、で、まあ、最終的にここでもライブやって、でそれでなんか物販とかしながら活動したいなと思ってるんで、よろしくお願いします。そして、ライブに関しては、X に、ツイートで上げておきますので、あの興味のある方はそちらをご覧ください。X はどうやって検索すればいいですか。あ、X は、ちょっと長いんですけど、まあ、YTC をもじったアカウントで、YK アンダーバーザ、THE アンダーバー、まあ、カーニバル。まあ、その YK アンダーバーザくらいで多分あ 出, ますあの出ると思います。はい、なんか告知でね、うん、収録と放送が違うから、そうですね。いつのものを告知するか問題がね、そうです、あって、ね、ぜひ X で最新情報をチェックしていただければと思います、はい、ということで、そしたら、はいはい、次回はみんなでゲームをしていきたいと思います、はい、それではまた来週、はい。